無駄口を叩いている暇はない。で、ここが本拠地の暗き洞窟か。でも、こんなに仲間がやられちまったなら、一度立て直した方がいいんじゃねえか？さすがに多勢に無勢すぎるかな。暗き洞窟の内部に潜んでるゴブリンも、どのくらいいるか想像つかないしね。オイラたちだけじゃ、さすがに分が悪いぜ。待つべき仲間がいないとなれば、あとは俺たちでやるしかない。それにここまで来ておいて引き返すなど考えられん。行くぞティナ。ちょ待ち、人の話聞いてるって言っちゃった。何か嫌な気配を感じます。光の巨人か。聖少獣の気配もですが、それとは違う、何か、おぞましいもう一つの気配が。ねえ団長、私たちはどうする？そう言ってくれると思ったよ。あのネクラな兄貴はともかく、ティナは放っておけないよ。よーし、決まり。私たちも腹くくって、二人の後を追いかけるか。あいつらも二人だけで乗り込むなんて、命知らずにも程があるぜ。やっぱりこの洞窟の奥からまがまがしい気が流れてきます。お二人が心配ですね。兄さん、前衛を崩すから後ろの呪術師を狙って。わかった。で、ここは片付いたか。この程度の手合いならば部隊単位で潰して回ろうか。いたぞ、出会え出会え。副兵か。待って兄さん、今度は数が多すぎる。タキシュー、生皮剥いでやろうか。囲まれた。この細い通路で、まずい。技巧もなく勇猛でもない愚鈍な剣に、この俺が負けるわけがない。貴様らを殺すためだけに磨いた剣技、受けよ。ちょっと待った、だから多勢に無勢って言ってんでしょうが。イーナちゃん、それにみんな、ルシウスとティナを助けろ。皆さん、危ないところを助けていただいてありがとうございました。まあまあいいってことよ。でもティナが無事で安心したよ。
人が心配だったし、それにオイラたちはこの洞窟の奥の青少女も気になるからな。手出しは無用だ。アッキどもは俺とティナだけで片付ける。兄さん、助けてもらってそんな言い方はないよ。いいよいいよ、気にしてないから。まあ行けるとこまで行ってみようよ。昨日も言ったけど、大将首を狙うこと自体は私賛成だし、報酬ガッポガッポでロマンあるじゃん。ふん、好きにしろ。この先右と左に道が分かれてます。どっちが正解なんでしょうかね。うっそー、私は左だと思うな。女の勘がそう言っている。さっき行って戻ってきたんだけど、左は行き止まりだったんだ。よし、それじゃ右に進むぜ。青少女の気配は弱いままですが、もう一つのおぞましい気配がどんどん近づいています。今までこんなことなかったし、ちょっと気になるな。気をつけろよ。そういえば襲ってくるゴブリンたちの数も減ってきたかな。結構な数倒したもんね。やっぱ界隈じゃ有名なだけあって、ルシウスとティナはすごいわ。そうかな、必死だったからね。でもまだまだ油断はできないよ。ゴブリンたちの親分を倒さないと。ひゃー、いたぞ、殺せ殺せ。来たよ。ん、やーさー、かかったな。挟み撃ちか。やはりこの島のアッキは不可解なほど統率されている。大将首を取れば大金星ってわけだよね。ザコはさっさと蹴散らしちゃおう。やかましいぞ。敵の本拠地でしょうもない歌を口ずさむんじゃない。暗くてジメジメした場所だしさ、もっと景気よく行こうよ。ほら、デッキを倒せ。やかましい。フィーナちゃん、さすがに歌を歌うのは危ないと思うな。敵にこっちの位置を知らせてるようなもんだからな。ちぇー、みんなの士気を上げようと思って歌ったんだけどな。上がるか。どうしたルリア。まさかルリアも歌いたいとか言うんじゃないだろうな。違います。青少女ともう一つの気配、とても近いです。この先から感じます。すごく冷たい。あっちね。よし、フィーナちゃん一番乗り。あ、おい待てよ。ここは倒さんぞ、人間ども。ほう、
大した数で群れているな。この奥に何かあるな。おい、悪鬼ども、命が惜しければ道を開けろ。貴様らでは俺には勝てんぞ。そうはいかんな。貴様こそこの数を相手にできると思ってるのか。ああ、俺の剣が言っているよ。この数の悪鬼の血をすすってもまだ足りはせんとな。上等だ人間、我らにはヘカトンケイルのカゴがある。殺せ！数が多い、カッコ撃破で行くよ。頑張りましょう。みんな、怪我はありませんか？皆さん、この奥から何か嫌な気配を感じます。さーて、いよいよボスのお出ましかい？ようやくか。急ぐぞティナ。待って兄さん、私も行くよ。あ、二人とも、二人を追いかけるぞ。ドリュン、行くよ兄さん。へっ、わしの息子たちが人間にほふられていく様を見るのは辛いものだな。こうも辛いものだとは。息子たちの苦しみ、どう貴様に償わせたものか。貴様、そのいでたち、その風格、悪鬼の王か。いかにも、わしが全てのゴブリン族の王、名はゴランである。貴様、名は。会いたかったぜ。この手で貴様を切り刻める日をどれほど待ち望んだことか。無礼な。名も名乗れぬほど野蛮なのか。人間も落ちたものだ。野蛮なのは貴様らだろうが、猿山のボス猿に名乗る名はない。故郷と母さん、そして仲間の恨み、今ここで晴らす。けけけ、仇討ちか。あなたに恨みはない。でもゴブリンたちに滅ぼされた故郷と失った命の償いはしてもらう。くだらんな。ならばわしも今日失った幾百の息子たちの無念晴らさせてもらおう。行け、イドラ。野蛮な人間どもを食らい尽くせ。ちょっと待った、いくらなんでも二人でこれは無理。加勢するよ。あいつがゴブリンのボスか。よし、行くぜ。やっとここまで来たんだ。俺と